シンガポールで北海道へサイクリングに来てください。18日、シンガポールであった自転車の大きなイベントに北海道南富良野町の人たちが参加して北海道のサイクリングを紹介しました。シンガポールでは今サイクリングが人気で イベントにも大勢の人が来ていました。北海道は最近外国からサイクリングに来る人がたくさんいます。南富良野町の人たちは夏にはラベンダーやひまわりが咲くきれいな景色を見ながらサイクリングができると説明しました。説明を聞いたシンガポールの男性は 北海道は景色が良くて空気も自然も綺麗ですね。行ってみたいです。と話していました。南富良野町の人はシンガポールから北海道に行く飛行機もできたので行きやすくなりました。ぜひ自転車で北海道を回ってください。と話していました。